タイガなんだ。オーダイだ。オーダイ。タイガ。よし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 。おいで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 。ありがとうございます。ありがとうございます。おお。あ、カンパチだ。立派なカンパチ。うわお見事。よいしょ。バシマジ。おお。うわ、なんか大きいの来た。うわ、ブリシャブ食べたい。タイにカンパチ、シマアジ食え。海上釣り堀はまさに高級魚のパラダイス。釣れるか釣れないかは釣り人の腕次第。私も豪華なお土産を釣って帰りたい。よしよし、来た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 。おお、サーモン来た。お願いお願い。おお、何か大きいですよ、魚影。うん。さらに、イケスの中には10キロを超えるモンスターもいるんです。うわ、ちょっとすごいね。刺身に、塩焼き、煮付けに、鍋まで、高級魚で贅沢三昧。お正月は海上釣り堀で釣った魚を食べ尽くそう。今回のフィールドは三重県南伊勢町波佐間浦。平日にもかかわらず高級魚を狙って大勢の釣り人でにぎわっていました。ここデンパチ屋は大物が釣れることで有名。私たちは一マスを貸し切りでモンスターを狙います。年末年始は美味しいお魚でお腹を満たしたいということで、今日は三重県の南伊勢町の海上釣り堀にやってまいりました。お相手は林健二さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。林健二さん。おお。海上釣り堀をはじめ投げ釣り、深瀬釣りなど何でもハイレベルでこなすマルチアングラーです。海上釣り堀って、まあ、どんな楽しみ方ができますか？福谷さんにはこの浮き釣りで挑戦していただきます。はい、私が浮き釣り、初心者は浮き釣りの方が入りやすいってこともありますか？そうですね。便利な仕掛けがあるもんです。道糸につなぐだけですぐに仕掛けが出来上がり。家で練習しました。サルカン結びを覚えたばかりの私にも簡単にセットできました。今度棚を取るということをやらなきゃいけない。棚を取る、うん、釣り堀で大切なのはイケスの水深を知ること。実は魚によっている層が違うんです。クエやヒラメなどの根魚はそこ、その少し上にマダイ、青物は中層を回遊、浅いところにはシマアジやイサキがいます。狙った魚を釣るには棚の管理が大切なんです。そこでこんな便利な道具があります。針につけて竿下の水深を測ります。どん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 糸が入っていきます。沈んでちゃいましたね。はい、浮きが、はい、沈みました、ね。はい、浮きが沈みすぎた分だけ浮き止めの位置を上にします。振り子の要領で同じところ測りましょうか、うん、よいしょ。もう一度同じ位置で水深を測ります。こうか、はい、で今行きました。いけ。ほら、今ちょうど水面から50センチぐらいになったかな。うん、だから今これで底取れましたっていう感じ。デンパチ屋では底の網がお椀型になっていて、端と真ん中で水深が違います。両方測っておくとポイントを変えた時に便利です。さらに浮き止めをね2つつけとくとね、はい、便利なんですよ。
はー、そうそう、これは水深の目印で、これをじゃあこういう風にずらしてあげると、じゃあこれ70センチぐらい今水深からずれたよありますよねとか、そうすると今そこから自分が1メートルぐらいのところ釣ってるよとか、はい、把握しやすくなる。いやー、これは大きいですね。そうそう、これワンポイントアドバイス、ワンポイントですね、これは、うんうん、年末年始はやっぱりお頭付きのタイが食べたい。はい、タイのねオーソドックスな餌っていうのはね、このね練り餌っていうのがね、まあよく一般的に一番使われる、この針が、まあ隠れる程度に、ここはもう本当粘土細工のように、ね、粘土細工のようにね、これでさっき言った通りあそこにポイント入れて、はい、はい、それでいったいったいった、はい、行きました。ベール戻します。触った触った触った、あ、本当だ、ほらほらほら、あ、本当だ、ギュッと入ったら合わせる、はい、まだ、いやいや、今ぐらいでいいよ、今の、うん、まあ、あの浮きが全部沈むとは限らないから、チョン、うん、チョン行ってる、行ってる、当たってる、うん、チョン、今当たりがちっちゃい当たりで多分もうこれ餌取られてるんですよ、浅いところ、あと多分20センチか30センチぐらい浅くしてもらった方が浮きがしっかり入ると思う。魚がいる層より棚の設定が深いため、ラインがたるんでいる状態で、餌を食われても当たりが小さかったんです。一方、棚をぴったりと合わせるとラインがまっすぐに張って、はっきりと当たりが出るんです。アドバイス通り、私棚を30センチ浅くしました。せーの、ぴょーんとして、うお、行き過ぎだ、よいしょ、いけいけ、あちゃー、私糸吹けを出したままですね、これでは合わせが甘くなるんですが、触ってる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 、いけいけ、もっと強く合わせて、もっと、おっと、あ、来たかも、来たかも、来たかも、あ、あ、そういうことか、うん、おお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 、おうおう、ゆっくりゆっくり、はい、それ以上巻かない、それ以上巻かない、君だったのか、それとも君の仲間だったのか、ずっと餌持っていったのは、はい、入った、よっしゃよっしゃよっしゃ、よっしゃ、釣れた、よっしゃ、年末年始の美味しいお魚一匹目、塩焼きにぴったりサイズのマダイが釣れました。さあ、とりあえず塩焼きはゲットしたから、次はタイのお刺身をゲットしましょう。いいですね、いいですね、その通り、その通りで、当たんなかったら、はい、これだけ打てると当たんなかったら、一回ちょっとこうやってスーッとこうやって 1m ぐらい上げて戻す、そうするとこれが誘いになるから、でも当たりがさっき見たくなくなっちゃったじゃないですか、はい、っていうのは地合いが過ぎたか、はい、もうその餌に反応しなくなったか、そしたらさっき言ったように餌をチェンジしてあげる。エビちゃんやってみていいですか、そのギューッとこういう風につけてもらっていいんです。いってらっしゃい、はい、エビです。ここまで団子オンリーだった私、目先を変えてむきエビを落としてみます。ついた、これきた、やった、餌変えたら、餌変えた、一発林スペシャル恐るべし、よいしょ、いらっしゃい、おお、大きい、いいサイズじゃないですかこれ、はい、さっきより大きくなった、やったー、やった、やったぞ、すごい、餌変えた瞬間、海上釣り部には餌の数だけ夢があるんですよ。おお、いいですね海上釣り堀は当たり餌を探るため、餌のローテーションが超過アップの秘訣、林さんはいつもたくさんの種類の餌を少しずつ揃えているそうです。じゃあそろそろ僕もスタートして、はい、よろしいでしょうかね、ですよね、はい、よいしょ、よいしょ、エビタイム、エビタイム、エビタイム、よっしゃ、この後当たり餌発見、マダイが連発します。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。海上釣り堀で高級魚5目。
魚の放流タイムです。よいしょ。わあ、シマリン。おはい、かしこまりました。ハタマス来た。お、クエ。クエ。クエ。どんな魚が入ってますか。伊勢マダイ。伊勢マダイ。伊勢マダイ、ハラクエ。クエ。カンパチ。カンパチ。ブリ。ブリ。で、イサギ。イサギ。で、シマアジ。シマアジ。石垣。石垣。で、ソイ。ソイ。で、タイが、まあ、大きさバラバラですけど入ってまして、で、ヒラメ、ヒラマサ。ヒラメも入ってる。はい。ヒラマサ。で、ハマチ。ハマチ。で、ホンクエ。ホンクエ。養殖も手掛けているデンパチ屋は、高級魚の種類も豊富。釣り人が多いのも納得ですね。さあね、今僕がやってるのは脈釣りっていう釣り方で、浮きがついてないんですよ。で、当たりは全部竿先に出るような釣りになります。浮き釣りの場合、いちいち浮き止めをねずらさなきゃいけないけれども、こういうふうに竿先の位置を変えてあげたり、リールをちょっと巻いてあげたりすれば自在に棚を探ることができるんで、攻略スピードっていうのがものすごく速くはなります。あ、もう当たっちゃった。今もう乗せて当たった感じかな。釣れてるんですか。釣れてます、釣れてます。エビで食いました。なんて静かに。よいしょ。さらに、あれ、あっという間の連続ヒットです。あまりの早業に私全く気がつきませんでした。古谷さん、はい。あ、本当だ、前まだ。そうそう、だから言うてくださいって。早い。しかももうあっという間に2匹目サイレントヒットマン。早い。またさ、エビでした。エビです、エビ。あ、やっぱエビタイムなのかな、うん。だから釣れてる時は釣れてる餌で繰り返す、はい、私もお刺身用のマダイを釣るチャンスです。むきエビで当たりを待ちます。うっ、チェスト。あれ、遅い遅い遅い。やばい、今ので遅いんだ。ワールドカップだったら予選敗退ですよ。余裕でね、勝ち点ゼロ。餌も棚もドンピシャで、あって、うん、当たりがあるのに、うん、皆まで言わなくていいです。皆まで言わなくていい。ちょっと問題が。ちょっと問題が。皆まで言うた。林さん、皆まで言うた今、はい。今度こそはと浮きに集中。よいしょ、よいしょ、エビタイム、エビタイム、エビタイム。おっしゃ、今これはちょっとチャンスタイムですね。今チャンスタイムだよ。うい、よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。釣れた、エビタイム。うん、そろそろ他行ってもいいかなって言いたい時にも後ろで釣っちゃってます。もうちょっとマダイ行きましょう。今来てます、今来てます。マダイ今地合い来てますね。棚と餌が合えばヒットが続きます。ここが数を釣るチャンスです。じゃあそろそろね、違う魚も狙っていってみましょうか。やったー、はい、うわー、お見事、はい、いる姿は初めて見ました。この後もっと高級な魚を狙います。ここからさらに高級な魚を狙います。じゃあ次、じゃあ何をやったらいいかなって考えたら、ちょっとまあ餌の種類変えて、さっき言ったあの車エビだったり、はい、このキビナゴ、はい、キビナゴ、キビナゴね、こういうのね。うわ、私はキビナゴをそこまで落として根魚、あわよくばヒラメを狙います。よいしょ、なんか来た。なんだ、よいしょ、何が来るのか、もうドキドキです。ほう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 、はい、よいしょ、おー、すごい、変えた瞬間ですよ、うん、釣れたのはクロソイ。
ソイの中でも特に美味しく、北のタイとも呼ばれています。煮つけ、煮つけ、お鍋、うわ、年末年始が、あ、彩られてる。ちょっとね、エビ、生きたエビ、さい巻き、これ、角をパキンと折ってもらって、で、この口から針を刺します。で、これ頭抜く、これだけ。林さんは車エビで何を狙っているんでしょうか。食ってた。はい。あ、出た。またサイレントや。林さん、隣でこっそり大物をヒット。ほんまによう釣ります。で、強いプレッシャーを与えてれば魚も早くに浮いてくる。あ、うん、で竿が仕事してくれるから、少々細いハリスでも、大きい魚がかかってもなんとかなる。この角度だけで守っていれば。あ、カンパチだ、立派なカンパチ、ね、うわー、はい、お見事、はい。青物の中でも人気が高い高級魚、カンパチです。これだけあったら年末年始バッチリ楽しめるよ。カンパチが釣れたので、私もカツオの切り身で青物を狙います。棚は中層です。おっとさ、いった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 、よいしょっと、うん、おー、すごい、切り身入れた瞬間、うん、変わった、おかしくかな、うんうんうん、おいよ、ちょっと待ってよ、青物かもしれないからね。リールが、リールがおかしなことになってる。糸がどうした、ちょっとやばい。えらいことになってる。えらいことになってる。バレた、もう。え、バレたの。バレました。リールに糸が絡んでいたことに気がつかず、糸が巻けなくなっていたんです。ああ、情けない。すぐにホタルイカに変えてリベンジです。落ちた、落ちた、いいのかな、いや、わかんないね。あれ、今当たったでしょ。よっ、よいしょ、いった。もっと、もっとしっかり合わせないとダメよ。もっと、おいしょ、うん、かぁ、重たいよ、うん、うわ、うん、もう、なんなのよ、なんなのよ、合わせてないんで、ふわーな感じ、ふわーな感じ、そうそうそう、もっと、うーんって、うーんでいいから、うーんで、うん。私のどこがダメだったのか、もう一度見てみましょう。いけ、いけ、もっと強く。私は竿をゆっくり持ち上げているだけ。もっとビシッと合わせないと針がかからず、バラシの原因になるんですね。連続でバラしてしまったことで、青物の当たりが止まってしまいました。林さん、ごめんなさい。ところが、しばらくするとイサキが水面に浮いてきました。林さんは磯目でイサキを狙います。手前から でかかった、ゲットしてる、よいしょ、イサキ、イサキ、でっかいイサキ、イサキ、釣り味もよく、お刺身や塩焼きなどが美味しい魚です。おー、見えていた魚を初めて釣る、うん、抜けない抜けない抜けない、私初めてサイトで釣りました。ごめんなさい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、イサキゲット、よし、よし、ありがとうございます、うん、これはバラしたくない、これはバラしたくない、えらいことになってらっしゃる、この後鍋の大本命の大物がヒット。この後超大物がヒットします。かけてないお魚をね、かけたいなって思って今攻めてるんだけど、林さん、大物を狙っているようです。いや、すいません、いや、おい、来てるやん、来てるやん、ひょっとしてクエか、高級魚、うん、
これはバラしたくない、これはバラしたくない。はい、私も見たい。あ、本当だ、やっぱ弾き方が違う。うん、ラインの出方も全然違いますね。あ、そこ切れねえ。え、嘘、やっちゃったかも。え、そこ引っ掛けちゃったかも。願い、ダメだ、入っちゃったな。出てくれれば引っ張って切れた。あ、今のは惜しかった。一回浮かした時にもっと引っ張っちゃえばよかった。残り時間は30分を切りました。魚はいっぱいいます。高級魚はもう戯れてるんですよね。うん、それをいかに釣るかなんですけれども、よいしょ、よっしゃ、言いながら溜めてれば浮いてくる、溜めてれば浮いてくる。あー、かかりが浅いな、危ないけど。ナイス、ナイス、ナイス、カンパ。はい、手軽にこんなの釣れちゃうんですからね。はい、そうですよ。そしていろんな練習もできましたね。はい、練習できた。次回これで大量ですよね。そう、本当情けない。本当、はい、またちょっと指南してやってください。はい、はい、よろしくお願いします。年末年始まで待てない私たち、近くの料理旅館にやってきました。料理してもらってよろしいですか。わかりました、あの、いろいろ料理させてもらいますので、よろしくお願いいたします。はいはい、さてさて、林さん、うーわー、ちょっと、林さん、すごいね、えらいことに豪華にできたね。ありがたいですね。はい、あ、やっぱり先発はお刺身でしょ。ですよね。タイが、タイ、これ炙りですね。で、カンパチ、これイサキですね。あ、そうですか。そう、さっきまでね泳いでたんですよ。そうですよ、本当に。いいです。甘さですよ。うわ、おいしい。塩焼き、イサキの塩焼きもね、つまんでみたいと。立派なサイズですもんね、うん、それも。うん、シンプルな料理だけども美味しいわ。いや、今日釣った魚だけでも本当に、いや、目移りしますね。どんどん行きますか。どんどん、ここにね、二切り目取っちゃったんだよ ね、 そうですよね。海上釣り堀で釣った魚で絶品料理。思えば私は夏に釣りを覚えたばかり、最高の贅沢で1年を締めくくりました。2023年も釣りを皆さん楽しみましょう。そしてフィッシングデイズをよろしくお願いいたします。今回は海上釣り堀でマダイやカンパチなど、年末年始に重宝される美味しい魚をたくさんゲットすることができました。海上釣り堀は初めての方でも楽しめます。安全装備と防寒対策を万全に出かけてみてください。皆さんも釣った魚で鍋パーティーや。 Get up on your feet, this is a shakedown.